Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour la suite du let's play sur Scarlet Nexus. Donc normalement cette vidéo sera disponible le même jour que la précédente. Donc si vous venez de finir de regarder la précédente, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Scarlet Nexus. Donc on avait fini le chapitre 3, on allait attaquer le quatrième. Allez, c'est parti. 疲れたな。よし、それじゃあ、スオーに出発しよう。アタルが心配。無事だといい。ねえ、カレン連隊長は反乱を起こしたんでしょ？ゲンマみたいにカレン連隊長についた海抜軍もいるんだよね。ううん。もしかしたら、カレン連隊長もいるのかも。もし出会っちゃったら、私たち、勝てるのかな？カレン連隊長は、強かった。セプテントリオンだし、ブレインイーター。カレン連隊長のブレインフィールドを食らったとき、体が痙攣したみたいに震えたよ。ブレインフィールドの展開方法は訓練学校でも教わったけど、負荷が大きすぎて実戦使用なんかできないと思ってた。そんな危険なものまで使うってことは、カレン連隊長はそれだけ本気だってことだよな。それでも行かなくちゃ。そうだろ、ゲンマ。ああ、何が起きているのかこの目で確かめる。Ah ouais, carrément. Les autres, ils ont envahi la ville, quoi. Bah ouais, vu que le BA est en crise, y'a plus personne pour s'occuper de ça. Nande machi no naka ni kai ga? Wataru, nani ga dou natteru no? Wataru kara no henji ga nai na. Dou shitan da? Ah, tout le système d'urgence qui s'arrête. Yuto, kiyotsukero.スオー全体を制御してる都市コンピューターの荒はきがシャットダウンした。原因は不明だが、そのせいでスオーの防衛システムが完全に停止しちまってる。おかげで町に怪異が入り込んできやがった。そのせいで混乱が拡大してるみたいだ。渡る、待ってくれ。どういうことだ。渡ると連絡がついたのか。こっちでサイネットだけでも復旧できないかやってみる。ユイトたちは町の怪異をできるだけ排除してくれ。これはいつもの通信じゃなくて、俺のテレパシーだ。機材がダウンしてるおかげで一方通行なんだよ。そっちの声は聞こえないから返事はいらないぞ。悪いけど、各自頑張って生き残ってくれ。え、おい、渡る。Il vient de te dire qu'il t'entendait pas。ユイトにだけ渡るの通信が届いてるの？あ、いや、そうじゃない。サイネットも通信機材もダウンしてるらしくて。テレパシーで連絡をくれたんだ。なるほど。しばらくは渡るのサポートなしで動くしかないわけだな。ああ、アラハバキがシャットダウンして防衛システムをやられたって。それで町に入り込んだ怪異を討伐してほしいって言われた。あっちはシステムの復旧に集中するって。怪異を討伐って言ってもどこにどれだけ怪異がいるのかわからないよ。そうだな。つぐみ、つぐみが発見した怪異を片っ端から教えてくれ。それを叩いていこう。了解。広範囲は難しいかもしれないけど、やってみる。よし、とにかく周囲の怪異から片付けよう。了解。はい、スパーティー。Voilà. スオーの街がシステムダウンなんて信じられないな。いつもはビジョンで溢れ返ってるのに。いつもは広告が多すぎましたけど、全くないと落ち着かない。よし、行けぞ。
tienne. Yuito, Fubuki Rentaichou ga chikaku ni iru. Doko da? Niji no hōkō, kochi ni kuru. Kimi tachi no genzai no shozoku wa?瀬戸隊長が戦死したので、現在は。瀬戸が戦死した？待ってくれ。君たちはカレンの指揮下にあるのか？それともカレンに召集されなかったのか？吹雪連隊長、自分が状況を説明します。なるほど。ではここにいる玄馬以外の隊員をカレンは召集しなかったんだな。何が起きているんですか？町の防衛システムも止まっているみたいだし。詳しい説明は後にさせてくれ。僕もまだ事態を把握しきっていない。はっきりと分かっているのは、カレンが一部の海抜軍を先導してセイランの駐留軍と結託したこと、そしてセイラン駐留軍と共にスオーを襲撃したことだ。じゃあ町がこんな状態になったのはカレン連隊長が？ゲンマは知っていた？町に怪異を引き入れるとは思わなかったが、知っていた。でも今ユイトたちと行動を共にしているなら、セーランにはつかないと解釈していいのかな？その通りです。わかった。今は一人でも海抜軍の味方が欲しい。君たちは僕の機関に入ってくれ。現在手分けして住民を避難させているところなんだが、どうにも人手が足りなくてね。もちろん手伝います。カレン連隊長が何を考えているのか分かりませんが、住民まで巻き込むなんて。助かるよ。では君たちの隊の臨時隊長にはユイトを任命する。俺ですか？ああ、評議会議長と一部の議員が逃げ遅れ、地上を歩いてシェルターに向かっているらしい。救出に向かった海抜軍や国防軍の連絡は途絶えたままだ。君たちに様子を見てきてもらいたい。君なら議長や議員も安心するだろう。父が？わかりました。何が起きているのかわからないが、危険なことは間違いない。くれぐれも気をつけて。海抜軍を見かけても味方とは限らないからね。セーラン駐留軍が侵入したという報告はないが、こちらも全ては把握していない。荒はばきのある中央管制室とも連絡が取れないから、無理はしないように頼んだよ。了解しました。僕は中央管制室に行く。とにかく町の防衛システムか戦闘管制システムを復旧させないと話にならないからね。よし、海抜軍本部の方へ行ってみよう。あの辺りに議員用のシェルターがあるはずだ。ゲンマもそれでいいよな？ああ、少なくともスオーの町を守るという意思はお前たちと同じだ。この状況が落ち着くまでは決して裏切らないと約束する。うん、信じるよ、ゲンマのこと。モーニング。カレン連隊長はどういうつもりなんだ？何か理由があるんだとしても、こんなやり方は間違ってる。よし、やった。鍛錬を積めば結果はついてくる。この調子で行こう。いや、なんかあるよ。よし。
調子で行こう。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。攻撃が効いて、今の場所が弱点か。海抜軍本部に向かわないと。Le chemin est bouché, mais il y a un truc de l'autre côté. On va passer par l'autre côté, du coup. C'est lui qui a créé le brouillard.、Hein. En fait, t'as pas compris un truc, c'est que ça sert à rien. Parce que j'ai la clairvoyance, gros. Donc... Voilà, parfait.D'autres ennemis? Ah ouais. De lui parce qu'il commence à me saouler à faire du brouillard de merde. Quand même, il y a les ennemis ont réapparu dans la rue à côté. Cette blague, ils vont faire qu'apparaître à l'infini en fait. Juste aller récupérer sur.La passerelle là-haut, il y avait un truc que je pouvais pas prendre parce que j'étais à fond. D'ailleurs, je suis peut-être encore à fond. C'est quoi exactement? Ah oui, c'est gelé tous, allégé pour tous. Hop. Parfait.Ouais, donc il faut juste éliminer les ennemis qu'il y a sur le chemin jusqu'à la BO. Tōsan, comme un état de la ville, Tōho de Ido, c'est dangereux. Si Kai est assassiné, je vais y aller. Il y a plein de connards en dessous là.
で行こう。よし。よし。これでいい。よし。大丈夫ですか？あ、君はスメラギ議長の。はい、ユイとスメラギです。町の中は怪があふれて危険です。すぐにシェルターへ避難してください。いや、それより怪物軍本部へ急いでくれ。議長が怪物軍らしき奴に襲われているんだ。え、父がですか？私は大丈夫だ。早く議長を。わかりました。ユイト、急ごう。おじさまが心配だよ。ああ。父さんが怪物軍に襲われてる。どういうことだよ。急がないと。Bon, on fait un petit save, hein, parce que on sait pas trop quoi ce qui nous attend derrière. Oula. Kasane ? C'est nouvel. Yuito.Elle a assassiné son père. Kasane, daijoubu? Tōsan! Doite kure! Nani o suru nda? Yuito, anata ni wa shinde morau.な、何を言ってるのよ、カサネ。それがあなたとの約束、覚悟。Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle est buggée.どうすればいい？父さん、
けでもいい。何か風目を止める方法。そうだ、プレインフィールド。俺にもできるはずだ。カレン連隊長ほどは無理でも、あの力を使えば。いや、でもどれだけの負荷が。違う、そんなことは後で考えればいい。グスグス迷ってる場合じゃないんだ。重ね、悪いけど今の俺にはこれしか思いつかない。行くぞ。De faire du bien. Elle vient de me tuer, quoi. Putain. Je pense pas plus que ça à regarder ma barre de vie, en fait. Mais en fait, c'est vrai que ce mode-là, on n'est pas forcément invincible pour autant. Ah putain, faut recommencer. Fait chier. Ouais, désolé. Bah ouais, mais bien sûr. Pourquoi elle s'excite encore plus là? Elle était pas énervée comme ça tout à l'heure. Voilà, elle m'a encore tué, putain, mais je suis un boulet aussi. Ah là là. Je vais être contraint de me soigner, puis voilà, c'est tout. Voilà, là, avec sa putain d'attaque, qu'est-ce qu'elle m'a enlevé déjà, quoi. Putain, tu vas arrêter de me blesser. Putain, elle va me tuer encore. Allez, bon, du coup.
coup, ça on peut pas le faire passer. Allez. Faut éviter de mourir quoi, avant les cinématiques parce que il faut se les retaper après à chaque fois. Ah c'est bon, je peux pas la faire passer là. Putain, vous faites chier les mecs. Oh là là, ils sont relous avec leur cinématique qu'on peut pas passer. Ouais, mais je l'ai déjà vu en fait, donc ça m'intéresse plus. Bon, du coup, on va faire attention de pas recrever parce que. C'est encore pour mourir de devoir se retaper ces cinématiques. La manette qui vient dans tous les sens. Hein. C'est de me montrer la douleur qu'il est en train de subir. Bon voilà, c'est bon, allez. Ça lui envoyer des trucs en restant loin. Quand même toucher. Putain, mais la barre de vie qu'elle a quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Quand je vois le peu d'énergie que je lui enlève à chaque fois que je lui fais la super attaque. Ils ont craqué quoi. Ah, il est en train de prendre cher mon perso, il a mal à l'œil au crâne. Il reste plus que 10 secondes de la super technique là. Il va se réveiller du coup après. Peut-être avoir une autre cinématique. 3, 2, 1. Voilà. Convergence de champ cérébral. Le champ cérébral est très puissant mais épuisant pour le personnage. Le déployer trop longtemps provoque des effets secondaires et des lésions cérébrales. Si vous perdez le contrôle du champ cérébral, cela mènera à une défaite. Appuyez sur les deux joysticks pour désactiver le champ cérébral avant qu'il ne vous mène à la mort. まだよ。まだ。やれる。待ってくれ。どういうつもりなんだ。どうして俺を殺そうとするんだ。それに、父さんは、重ね。重ねが父さんを刺したのか。なんだ。盲目なるニューヒムカの民、そして全てから目を背けた愚か者どもよ。私はカレン・トラバーズ。ニューヒムカの管理政治を否定し目覚めた者だ。私と同志たちは志を同じくする青鸞氏と共に歩む決意をした。哀れなニューヒムカの民よ、真実から目を背けるな。この国は狂っている。サイネットを通じ国民を統制し、町、情報、人々を管理している。そこに人の意思も自由もない。全ての人間は国家のため、ニューヒムカのために生かされ、利用されている家畜でしかないのだ。体制を揺るがす人間を排除し、狂わせ、自らの手駒とし、従順な家畜を育てるだけのニューヒムカに義はない。ユイト、カサネたちが。待て、待ってくれ。ユイト。
さん。つぐみ、カサネたちを追うぞ。わかった父さん。ユイト、すまない。何がだよ。お前に言わなければならないことがたくさん。気をつけろ。この国は我々はお前を。父さん。おじさま。父さん。嘘だろ。なあ、父さん。連隊長の演説の動画、今のが最後みたい。政府が遮断し始めてて、動画にアクセスできなくなってる。このこと自体、カレン連隊長の演説が本当のことを言ってるって証明だよね。みんな何かしらの制限は受けてるって分かってたけど、結構ガチで情報制御されてたんだね。C'est de la censure。少し休んだら。その今は辛いでしょ。ごめん、心配かけて。そんなことない、謝らないで。だって目の前であんなこと、誰だって辛いよ。カサネが父さんを殺した。どうして。いや、本当にそうなのか。それにニューヒムカが統制社会を進めていたなら、その中心にいたのは父さんや兄さんだ。本当にそんなことをしてたのか。だとしたら、なんでそんなことを。俺だけが何も知らされてなかったのか。くそ、もう何もわからないよ。二人とも無事だったか。ゲンマ、つぐみ、ごめんなさい。カサネたちを見失った。Alors qu'elle a la clairvoyance, comment elle s'est démerdée? カレン連隊長と接触したところは目撃したが、その後でカレン派閥の海抜軍に襲われてな。その隙に。カレン連隊長もカサネたちも消えていた。つぐみの目でも追えなかったということは、転送能力者が移動させたんだろう。ワタルとも話してきた。ワタルは無事だったけど、
アタルの妹が。え、何かあったのか。姿を消したって、多分カレン派としてセイランに行ったんだと思う。どうも海抜軍の半数近くはカレン連隊長と共にセイランへ向かったらしい。セイランが独立を宣言するんじゃないかという噂だ。それじゃあカサネたちもセイランに行ったってこと？ああ、そうだろうな。ゲンマはいいの？そうだな、こんな形にならなければ俺もセイランへ行っていただろう。だが今の俺にはカレン連隊長、いや、カレンのやろうとしていることが正しいのか分からなくなった。どういうことだ？だってニューヒムカは確かに国民を監視して。確かにニューヒムカ政府は国民を管理統制して政府の人形のように扱おうとしていたのだろう。だとしても国民を危険にさらすことが正しいとは思えん。カレンは今回の騒動の前にスウォーの住民をシェルターへ避難させたそうだ。しかしそれでも町の中に怪異を引き入れるようなことをしたのはカレンだ。何より瀬戸のことがある。カレンから教えられた瀬戸に関する情報が正しかったのなら瀬戸は凪を命がけで止めたりはしなかったはずだ。味方を増やすために瀬戸の尊厳を踏みにじったのなら俺はカレンを許すことはできない。瀬戸を信じなかった自分の愚かさもな。そうだ、瀬戸隊長。それに凪の行方もわからない。ユイト、顔色悪い。ほら、つぐみも心配してるよ。ユイト、お願いだから休んで。あんなことがあった後だ、無理はしない方がいい。うん、みんなありがとう。Eh ben déjà un nouvel interlude. On était court ce quatrième chapitre. Ok. Champ cérébral. Ah oui, bah c'est ce que j'ai lancé tout à l'heure. Un psionique peut créer un espace spécial appelé champ cérébral en canalisant sa puissance. Il peut le déployer en restant en poussée cérébrale pendant un certain temps, déployant champ cérébral avec machin. Lorsque l'icône de disponibilité apparaît, l'icône de disponibilité reste affichée même après la poussée cérébrale et vous pouvez le déployer à volonté. Le champ cérébral permet d'utiliser la jauge de psychokinésie sans restriction. Les attaques sont modifiées de la manière suivante. Impossible d'utiliser le sac. X attaque balayée, balayage rapproché, peu ouverte. RT, lancer rapidement des objets, peut être utilisé en se déplaçant. Et maintenir LT, saisir des objets et les lâcher. Puissante attaque finale. De plus, en réalisant plusieurs attaques, vous réalisez un combo 3 fois X, une fois X, une fois RT, une fois X. Ok. Niveau 23. Carte cérébrale s'est élargie et de nouvelles compétences peuvent être apprises. Ah, bah oui, c'est par rapport au champ cérébral, justement. Il doit y avoir des compétences qui sont apparues. Je suis vraiment désolé d'avoir perdu Kassané et les autres. Je ne peux rien faire quand ils utilisent le pouvoir de transfert. C'est tellement frustrant. Rapport. Le corps du capitaine Seto a été incinéré par sa famille. Merci pour ton soutien, Gemma. C'est à moi de te remercier. On a pu rendre Seto à sa famille grâce à tes efforts. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Merci pour ce rapport, Wataru. Gemma, bon travail. Je n'arrive toujours pas à croire que le capitaine Seto nous ait quittés. Yuito m'a tout dit, le capitaine Seto a essayé de raisonner Nagi jusqu'à la fin, c'était un homme digne de respect. Je voulais qu'il m'apprenne tant de choses. Non, le capitaine Seto n'aurait pas voulu nous voir tristes. Relevons la tête et faisons de notre mieux. Yuito, je voudrais te parler, essayons d'oublier ce conflit un moment, tu pourras me rejoindre chez Musubi. Ok, c'est parti. Je m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Ça me va de mettre de côté nos différends. Je prends le chemin de chez Musubi alors.
ユイト、来てくれたのね。元気そうで何よりだわ。あ、はい。そちらも元気そうで、よかったです。もっと普通に話してちょうだい。上司と部下の関係というわけではないんだもの。それもそうかな。じゃあ遠慮なく。話したいことって何かな。実はね、現場の様子を聞かせてほしいの。強化隊の一員として一緒に戦っていた仲間だから、今は別々の立場で戦っているけれど、そちらでちゃんと元気にしているか、つい気になってしまって。現場なら元気そうだよ。でもそう言われるとたまに疲れてそうな時もあったかな。やっぱり心配だわ。あの子は真面目すぎてちょっと不器用なところがあるから。仕事ばかりじゃなく何か趣味を作ったりして気晴らしができるといいのかしらね。強化って本当に仲間のことを思いやってるんだな。ちょっと玄馬が羨ましいよ。俺にもそんな風に親身になって世話を焼いてくれる人がいたら心強いだろうなって。まあそんな風に言われるとなんだか照れちゃうわね。ユイトには私みたいなおせっかいさんはいなかったの？親父も兄貴も仕事が忙しかったからな。お手伝いさんとかもよくはしてくれたけど、強化みたいに優しく見守っててくれるような人はお袋が死んでからはいなかったかな。私だってそんな立派なものじゃないわよ。海抜軍として一緒に戦った仲間は私にとって家族同然ってだけ。みんながちゃんと元気でいるか離れていてもつい気になってしまうのよね。それに私が気にかけているのは玄馬だけじゃないわ。あなたのことだっていつも心配しているのよ。え、俺も？そうだわ。せっかくだからあなたのことも聞かせてもらいましょうか。病気なんかしてない？うん、まあいろいろと忙しかったりはするけど今のところは元気かな。本当？忙しくても食事は3食ちゃんと食べるのよ。風邪をひかないように夜はあったかくして寝なさいね。あ、そうだわ。最近手に入れたいいお守りがあるのよ。どこにあったかしら。いや、いいって。そこまで心配しなくても俺は十分元気だから。なんか恥ずかしいな、こういうの。母親に世話焼かれるのってこんな感じなのかな。あら、そう？残念ね。まあいいわ。また今度ゆっくりお話ししましょうね。ああ、それじゃあまた。でも、なんで強化は俺のことまでこんなに気遣ってくれるんだろう。強化隊にいたわけでもないし、今までそんなに接点もなかったような気がするけど。Alors, qu'est-ce qu'elle m'a répondu du coup ? Je suis contente qu'on ait pu parler, ça ne te dérange pas, on pourra discuter par message. Moi aussi, je suis content, envoie-moi des messages quand tu veux, désolé si je réponds un peu tard. Ah, tu es vraiment gentil, Yuito, je ne vais pas t'en vouloir si tu ne le fais pas, mais ça me ferait très plaisir si tu me répondais. Ok, lui c'est pareil, du coup il y a un truc de relation là, une étape de relation. Je veux te parler, viens chez Musubi tout de suite pour que je prenne la peine de te contacter. Tu penses bien que c'est un sujet important, alors dépêche-toi. J'ai l'impression que tu me donnes des ordres, mais ça doit te tenir à cœur si tu m'as envoyé un message. Ok, je suis en route, autant oublier ce qui nous sépare, ce sera plus simple de parler. 遅いぞ。僕は待たせるなと言ったはずだ。どうせどれだけ早く来ても文句言うんだろう。それで話って何なんだ。
探しているものがある。お前、瀬戸さんから何か荷物を預かったりしていないか。瀬戸隊長の荷物？いや、俺は何も預かってないけど。ちっ、そうか。以前瀬戸さんが僕に渡したいものがあると言っていたんだ。結局その約束は果たされなかったが、もし瀬戸さんがどこかにそれを用意していたなら受け取りたいんだ。なるほど。つまり瀬戸隊長の形見ってことか。そういうことだ。預かっていないなら瀬戸さんが荷物を置いておくような場所に心当たりはないか。瀬戸隊長が何か置いとく場所っていうと、アジトかな。記憶にある限りそれらしいものは見てないけど。見たのに忘れているんじゃないのか。そんなこと言われてもな、こっちはそもそも具体的にどんなものかも知らないんだぞ。きっと何かの包みか箱みたいなものだと思う。多分。とにかくもう一度アジトの中をよく見てみろ。待てよ、もしかして俺に探せって言ってるのか。こっちだってそこまで暇じゃないぞ。僕だって暇じゃない。お前の念力を使えば探し物も効率がいいだろう。単なる適材適所だ。なんか偉そうだな。頼む側なんだからもう少し謙虚な態度でもいいだろうに。でももし本当に支店宛ての贈り物があるなら、本人に渡してあげた方が瀬戸隊長も喜ぶかな。仕方ないな。わかった、俺が探してみる。でも何も見つからなくても拗ねるなよ。な、子供じゃあるまいし拗ねたりするか。いいから早く行ってこい。戻ったということは何か見つかったのか。ああ、アジトの隅で紙伝宛に名前が書かれたケースを見つけた。目的のものかどうかは分からないけど。見せろ。これは戦闘用のマスクか。瀬戸さんが僕にこれを。やっぱり瀬戸隊長の贈り物だったんだな。一緒に入ってるのってメッセージカードかな。ああ、そうみたいだな。紙伝へ。俺の正体に入れてやれなくてすまなかったな。代わりと言ってはなんだが、俺からのプレゼントだ。このマスクには特殊な電極が埋め込まれていて、放電の指向性がコントロールしやすくなる。俺のと同じタイプだが、お前用に調整した特殊品だ。よければ使ってくれ。紙伝、お前は俺が見てきた海抜群の隊員の中でも一番の努力家だ。きっとまだまだ強くなれる。だから自分の力をちゃんと信じてやれ。お前なら俺を追い越してもっと先にだっていけるだろう。だが俺もまだまだ負けるつもりはないぞ。お互い切磋琢磨して頑張ろうな。瀬戸さん、そんなに僕に期待してくれてたなんて。くそ、僕はもっと瀬戸さんに教わりたいことがあったのに。紫伝、瀬戸隊長と仲良かったんだな。海抜群でこんなに僕の力を認めてくれていたのはあの人だけだ。僕にとっては特別な先輩だった。俺は短い間しか一緒に戦えなかったけど、瀬戸隊長がすごい人だったことはわかるよ。冷静で頼りがいがあって誰にでも優しくて、俺もいつかあんな風になれたらなって思う。お前が瀬戸さんみたいにだと。気安くそんなことを言うな。お前程度のやつが瀬戸さんのようになれるなら僕がとっくになってるさ。そ
そんな言い方はないだろ。そりゃ高い目標なのは分かってるけど、俺だって頑張れば。お坊ちゃまには分からないだろうが、世の中は頑張ってどうにかなることばかりじゃないんだ。自分が瀬戸さんの域に達するなんて、身の程知らずなことを軽々しく口にするな。分かったよ、もう何も言わない。用事が済んだんなら俺は帰るからな。おい待て。なんだよ。まだマスクを見つけてくれた礼を言ってなかっただろう。よくやった。今のがお礼のつもりかよ。瀬戸隊長のためだったからな。また何かあったら声をかけてくれ。ふん、気が向いたらな。偉そうで口が悪くて人当たりは最悪だけど、根っから悪いやつではないんだよな。多分俺も瀬戸隊長ぐらい広い心を持てれば、あいつの見え方も変わってくるのか。Ben voilà, parfait. Bon, il reste encore deux relations, étapes de relation, une avec elle, une avec lui. Oh non. Hmm? どうかしたか? いつも、ありがとう。え? おい、こちらこそ。Ah ok, c'est juste pour me dire que je passe au niveau 2. Donc elle, le niveau 2, c'est quoi? Quand le sac est activé, les attaques clairvoyantes vous permettent de briser une carapace d'un coup. Ah, c'est cool ça. En cas d'attaque, une vision de Tsugumi peut apparaître et encaisser les dégâts à votre place. Kazane doit avoir une bonne raison de s'être alliée avec Seiran. Mais on ne peut pas lui pardonner l'assassinat, peu importe ses raisons. Ah, Yuito... Gomennasai. Ma... Nande ikinari ayamaru nda? Kono aida no... Shiroi hana no koto... Shiraberu tte itta no ni... Mada namae... Wakatte nai kara...いや、全然いいよ。別に急いでるわけじゃないし。っていうか、調べ続けてくれてありがとな。私、絶対見つけるから。花の咲いてる姿、見せるから。待ってて。わかった。待ってるよ。でも、無理しないでくれよ。時間のある時でいいからさ。あ、ま、待って。ん?なんだ?なんだろう、何か言いたいことがあるみたいだ。プレッシャーかけても悪いし、ちょっと待ってみるか。あの、ユイと最近胃の調子どう？え、胃の調子？そう言われてみれば最近ちょっと食欲が落ちてるかな。ちゃんと薬飲んだ方がいいと思う。ありがとう、そうするよ。でもなんで胃の調子が悪いって分かったんだ？私の超能力。あ、そっか、つぐみは透視できるんだもんな。それで俺の内臓まで見えちゃったのか。いつも人の体は見ないようにしてるんだけど、加減が難しくて、時々少し見えちゃう。便利な超能力だけど、それはちょっとグロそうだな。大変なんだな、つぐみも。ごめんなさい、体の中勝手に見ちゃって。いいっていいって、そんなこと。内臓ってなんか裸より恥ずかしくないような感じするし、それに
わざわざ俺のために言ってくれたんだろ。黙ってればバレなかったのに。だからありがとな。でもやっぱり良くないことだから。つぐみ、どうしてそんなに自分が悪いって思うんだ。私昔もこういうことあったの。子供の頃、今より超能力をうまく使えなくて、見ちゃいけないもの、いろいろ見ちゃってた。体の中、部屋の中、人の秘密とか、見られて嫌なものも、いけないことだって、まだ分かってなくて。それで友達の隠し事勝手に見ちゃって、みんなの前で話しちゃったの。そうしたら友達も大人の人も私のこと怖がって、遠ざけられて、みんなに嫌われちゃって、これ以上嫌われたくないって思ったら、だんだん人と喋るの怖くなったの。だから私、人の秘密は見たり話したりしちゃダメだってずっと気をつけてた。なのにまた。そんなのひどすぎる。うん、私ひどいことしてた。いや、つぐみのことじゃないよ。だってつぐみはまだ子供で自分じゃどうにもできなかったんだろ。それなのに大人まで一緒になって仲間外れみたいにするなんて、子供の頃のつぐみがかわいそうだ。あのでもそんなに辛いことばっかりじゃなかったから。そうなのか。今の話聞いた感じだとめちゃくちゃ辛そうだったぞ。人間の友達はいなくなっちゃったけど、その代わりおじいちゃんが植物のこと教えてくれたの。私のおじいちゃん盆栽が好きで、植物も詳しくて、植物は物言わぬ友なんだって教えてくれた。物言わぬ友。そう、言葉では何も喋らないけど、枝ぶりとか葉っぱのつき方でいろんなことを伝えてくれる。それに人間が寂しい時には何も言わずに一緒にいて寄り添ってくれるんだって。その話聞いて私も植物が好きになったの。そっか、素敵なおじいさんなんだな。いろいろと話してくれてありがとな、つぐみ。ゆいとも聞いてくれてありがとう。体大事にして。ああ、気をつける。物言わぬ友子。つぐみも言葉じゃあんまり喋らないけど、いつも周りのこと気遣ってくれるよな。植物が好きなのは親近感みたいなところもあるのかも。Alors, qu'est-ce qu'il m'a envoyé ? Je suis vraiment désolé d'avoir perdu Kasane et les autres. Je ne peux rien faire quand il utilise le pouvoir transfert. Mais non, ça c'est ce que j'ai déjà lu tout à l'heure. Alors, lui, alors là, voilà. Tu sais, il y a des herbes qui pourraient soulager tes maux de ventre. Tu dois les faire infuser pour que ça fonctionne. Et là, du coup, c'était dit quoi ? Ah oui, c'est la réponse de moi à l'autre quand je suis revenu.
Encore merci pour le match, j'avoue que je m'enflamme un peu quand je parle de Seto, j'ai du mal à gérer ça. Je comprends, je sens que tu vas m'en vouloir de dire ça, mais je comprends parfaitement ce que tu ressens pour le capitaine Seto. Je suis content que tu aies le masque et la lettre. Je n'ai pas besoin de ta compassion, mais je vais laisser passer pour cette fois. Désolé de t'avoir dérangé, pas la peine de répondre. Okay. Je vois que j'ai pas mal de points d'expérience, du coup je vais checker vite fait. Ouais, donc du coup on a développé ce nouvel arbre là, le champ cérébral. Prolonge la durée d'activation, bon ça on va le prendre. Ça sera utile. Ça c'est quoi? Augmente le nombre d'objets rassemblés en maintenant LT, les dégâts des objets lâchés quand le champ cérébral est actif. Lancer plus d'objets avec RT dans XXRT. Okay. Lorsque le champ cérébral est activé, frapper les ennemis immobilisés par leur jauge de pression vide permet de gagner plus d'XP. Il ne fonctionne pas contre les ennemis puissants dont les PV sont bas. Voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre ça aussi. Il me reste plus que 2 points. Il y a ça, c'est quoi? Augmente le nombre d'objets pouvant être lancés. Je vais prendre ça aussi. Voilà, parfait. Du coup, bon alors l'étape est terminée avec elle. La télé, j'ai pas regardé, il me semble. Non, j'ai pas regardé. La société est en proie au chaos suite à l'instabilité provoquée par les révoltes de Karen Traverse. La BEA et les forces de défense nationale se sont rapidement chargées des autres ayant attaqué Suo. Les habitants cèdent à la panique. Le gouvernement a déjà organisé une réunion d'urgence pour discuter des mesures visant à protéger les citoyens tout en prenant en compte la menace de Seiran. Bah si, on va lui parler aussi, hein. Il y a une étape de relation. Je viens de rendre cette toi à sa famille. Ce n'est pas par expiation, mais je compte aider sa famille du mieux que je peux. Je le peux. Pardon. Allez, on va faire son étape de relation à lui aussi. Allez. ゲンマ、どこかに出かけるのか？ああ、墓参りにスメラギリオへ行ってくる。あそこの合奏部に知り合いが入ってるんだな。ごたごたしている時にすまない。なるべく早く戻るつもりだ。スメラギリオか。迷惑じゃなかったら、俺も一緒に行っていいかな。ゲンマとどこかに出かけたことってなかったし、俺、スメラギリオの雰囲気好きだし。そうか。俺は別に構わない。では行こうか。ゲンマ、まだ戻ってこないな。ま、お墓参りはゆっくりしたいよな。せっかくだし、待ってる間におみくじ引いてみるか。バッキーちゃんコラボ、まだやってるはずだし。うわ、すまん、待たせたな。どうした？何か問題でもあったのか？それはおみくじか。おみくじにまだ持ってないバッキーちゃんの悪キーがついてたんだよ。悪キー、つまりキーホルダーか。お前は本当にそのバッキーちゃんとやらが好きらしいな。だってほら、めっちゃくちゃ可愛いだろ。この丸くてもちっとしたフォルムと癒し系の表情。そういうものか。あ、いや、すまん。俺には若者の感覚がよくわからないんだな。それは流行っているのか？ああ、大人気だよ。雑誌でもよく特集組まれてるし、スメラギリオのおみくじともコラボするぐらいだしね。気になるならゲンマも引いてみるか？いや、俺はいい。もう十分長居してしまった。久しぶりの墓参りで報告することが多くてな。合奏墓に行くって言ってたよな。誰のお参りだったのか聞いてもいいか？俺の両親と友人たちだ。家の墓はもともと別にあったんだが、数年前に墓じまいして合奏墓に入れてもらった。墓じまい？俺には兄弟も子供もいない。ギャリソン家が俺の代で終わる以上、個別の墓はいらないということだ。でも
将来子供を作る可能性はあるんじゃないか。海抜群を退役してから結婚する人も多いって聞いたけど。要領のいい奴らはそうするんだろうが、俺は戦い以外のことは何も知らずに生きてきたからな。それに退役する以前に戦死する可能性もある。ここに眠っている友人たちのように。まだゲンマは退役してないだろ。なのにもう人生の終わりのことを考えるのか。俺の実年齢はもう50過ぎだ。海抜群なら人生の幕引きに思いを巡らせるのは普通だと思うがな。そういうものなのかな。俺は50過ぎってまだそんなことを考える年齢じゃないと思ってたけど。それにもしかしたら今から大恋愛するかもしれないし、この先何が起きるかなんて誰にもわからないよ。大恋愛か。いや、さすがにそれはないと思うがな。まあ可能性が全くゼロだと言い切るつもりはないが。そう、可能性はまだあるよ。いつもやらないこととかをあえて体験してみたら何か起きるかもしれない。老け込んでる場合じゃないって思うようになるかもしれないよ。老け込んでいるか。あ、ごめん。いや、まあ実際老けているのは事実だ。それだよ。それが良くない。良くないっていうか、もっと前向きに行こうよ。ゴーホーチルドレンだろ俺たち。もっと子供っぽさを取り入れようよ。子供っぽさ。例えばなんだ。まさか缶蹴りや駒回しじゃないだろうな。いや、それは古代の子供になっちゃうけど、あえて今の流行りを追いかけてみたらどうかな。新しい流行か。いや、やはり俺には。そういえばこの前バッキーちゃん特集が載ってた雑誌に流行りの店とか食べ物の情報もあったな。俺も少し興味あるし、今度一緒に行かないか。正直なところ気は進まないんだがな。お前なりに俺のことを考えてくれているのは分かった。そうだな、一度ぐらい付き合ってみるとしよう。やった。それじゃ俺もっとよく調べておくよ。ありがとうゲンマ。いや、それはこちらの言葉だ。よろしく頼む。Alors, qu'est-ce qui m'a répondu ? J'imagine que tu aurais préféré être avec quelqu'un d'autre, mais ça fait du bien de parler à des jeunes. Ça te dynamise. Tu es si négatif. Moi aussi, j'ai aimé notre discussion. Écoute, je peux t'apprendre plein de choses sur les jeunes et en échange, tu m'entraîneras au combat. Oui, ça me va, je ne suis pas si vieux. Si je le peux, je t'apprendrai de nouveaux coups. Bah, pourquoi pas ? Ah, j'avais pas vu qu'il fallait répondre à eux aussi. Merci, c'est gentil de ta part, Tsugumi. C'est ton grand-père qui t'a appris tout ça aussi. Oui, c'est bien lui. Et ne me remercie pas, ce sont les plantes qui sont merveilleuses. Il existe plein d'autres herbes pour les maux du ventre. De ventre, je pourrais t'en parler plus tard. Prends soin de toi. Ah bah là, c'est pareil, c'est à Tsugumi que je réponds. Désolé, je l'ai snobé à Tsugumi. Ce n'est pas grave, Tsugumi, merci. Ah putain. Merci, j'imagine que Kazane, Arashi, Kyoka, Shaiden et Kagero. J'ai beau retourner ça dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi Kasane s'en prend à mon père. Je n'y comprends rien non plus, mais est-ce qu'on est sûr qu'il s'agit bien de Kasane ? Vu la situation, j'imagine que oui. Il nous faut plus d'informations. Yuito, tu dois te reposer au moins un peu. Bref, ouais, du coup, ça sera intéressant de faire le, à mon avis, faire le scénario en incarnant Kasane, du coup. Parce qu'elle a l'air d'avoir une destinée bien différente de celle de Yuito. Donc voilà, on verra du coup l'autre partie de l'histoire, comment après, une fois qu'on aura fini les deux, comment les deux se sont imbriqués quoi. Bref, alors je vais juste regarder si ça m'envoie au prochain. Ouais, ok. Bon bah voilà. Bon bah du coup c'est la fin du chapitre 4. Je vais arrêter là pour la capture. Et puis on reprendra du coup demain.
pour la suite des aventures de Scarlet Nexus avec le chapitre 5. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite bon jeu à toutes et à tous. Et puis, bah, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.